2006年に SXSW で演奏するザリトル・ウィリーズ。左からノラ・ジョーンズ、ダン・リーザー、リチャード・ジュリアン・ザリトル・ウィリーズは2003年に結成されたバンド。ピアノとボーカルのノラ・ジョーンズ、ボーカルのリチャード・ジュリアン、ギターのジム・カンピロンゴ、ベースのリー・アレキサンダー、ドラムのダン・リーザーからなる。グループはカントリー音楽の古い曲を愛するメンバーにより結成された。 メンバーたち自身の仕事の合間を縫って、彼らは最初の公演をニューヨーク市にあるリビングルームで行った。この公演に続き、ナショナルパブリックラジオのワファブのための事前コンサートを含め一連の企画が行われる。この緩やかにつながった集団のファンの規模は次第に大きくなり、リトルウィリーズ自身の名前を冠したデビューアルバムが発表されると、彼らの人気は さらに高まった。彼らの最初のアルバムでカバーされた曲は、フレッド・ローズ、ローリー・ポーリー、ハンク・ウィリアムズ、生きて、この世は出られない、ウィリー・ネルソン、酔わねばならない、ナイト・ライフ、タウンズ・バンザンと居場所がないとき、クリス・クリストファーソン、ありうる中で最高の世界。ジョン・メッツガーの表によれば、カバー曲を自身のオリジナルな曲と混ぜ合わせるこのバンドは、 時として、純金の鉱脈を掘り当てる親しみやすい集団となっている。彼らの2枚目のアルバムは2012年1月に発表され、ジョニー・キャッシュ、クリス・クリストファーソン、ドリー・パートン、ロレッタリン、その他多くの南部の伝説的音楽家たちの曲をカバーしている。ありがとうございます。